ヒルガの湿原植物園は岐阜県郡上市にある自然保全的植物園。ヒルガの湿原植物園の入り口国道156号付近の高須地区の大日が竹付近のスキー場、ヒルガの高原盆地に位置する。群上の岐阜県最北端の長良川の源流に隣接したヒルガの高原のスキー場周辺に残っている4カ所の湿地帯が最も広い。 高原ヒルガノは水場省の生息地としては南減で、学会で貴重な存在である。有料で、陶器は休業。また、自然を残す湿原を地域の方の協力を得て整備しており、昔ながらのヒルガノ湿原の面影が残されている。植物園は、かつてヒルガノ高原に広がっていた広大な湿地帯の、湿地帯の遺跡を保護する目的で作られた。 日本を代表する湿地パラモの南原で、昭和時代の初めまでヒルガの高原のほぼすべての地域に広がっていました。今、危険にさらされており、この非常に繊細な生息地がわずか5%しかない。高山植物も100種類以上の野生種を持つ湿地の抵抗性植物とともに、この湿地で成長します。植物園自体は魅力的ではなく、 春から秋に発生する花によって魅力が与えられます。開花時期を知るために最も便利なのは、ヒルガの湿地のウェブサイトを参照することである。湿地植物園は、他の抵抗性湿地植物や、多種多様な鉱山植物に加えて、水場所のコロニーを中心に組織されている。ヒルガの湿地の植物園は、古代のヒルガの高原の原生植物の聖地として、貴重な場所となっている。 その中で、水場症や竜金花、VAR ニッポニカの大コロニーで、水生及び湿地植物の育成地が点在する。他の植物としては、エリスロニウム、水仙、綿草、ドロセラ、コバイ,ケイソ草などがいる。公園内では、水生植物や湿地植物には、スズメなどの動物がいて、森の中には、緑のカエルがいる。 どんな場所でもそこに住んでいる植物のための終わりの住処であるので指定された園路を外れないことが懸命。ありがとうございます。